入賞戦は一転して荒れ気味のコンディションの中勝ち上がってきましたファイナル6名。解説70周年記念競争、周南市誕生20周年 G1 徳山クラウン争奪戦、いよいよ頂上決戦を迎えました12レースの優勝戦です。今日も少し風は不安定な状態続きましたが、優勝戦を迎えましてだいぶ風は弱い状態になっています。現在のところスタートライン付近時々横風という状態で迎えます優勝戦です。昨日は強い向かい風の中でもさすがのスタートガンでした1番の菊池康平、シリーズリーダーにふさわしいレースで勝ち上がってきました1番の菊池が1コース、2コースには2番の今垣幸太郎、 G1 V2 の徳山校舎日増しに仕上げてきました。3コースには3番の片岡正弘、準優勝戦は差し切っての勝利、鮮やかに抜け出しました。今日は3コースから勝負。4コース稼働、こちらは準優勝戦の雪辱なるか、久々の G1 タイトルをかけまして4番の吉田俊彦、5コースには5番の丸野和樹、準優勝戦は差し切るまではあと一歩の展開も今年後半は復調の兆し、6コースには徳山 G1 2度目のタイトルをかけて6番の辻栄造、優勝戦はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1コースからさすがのスタートガンは1番の菊池、その菊池についていく2番の今垣、一周一幕は逃げる1番の菊池、内をついて今垣は引き波の中差し切るまではいかず、このうち並んできたのは5番の丸野、さらにその後ろ内から4番吉田、内から6番の辻も続く、外を待った3番片岡は現在最後方、スタートは前提正常、1番の菊池は早くも4手進リード、2番テラス内から上がってきた4番吉田、吉田を生かして5番の丸野が差し返す、届きました。ちょっとここは引き波の中今垣は交代、2番テラス岩2人、インコースに5番の丸のアウトコースに4番の吉田、優勝戦は2周目に移りました。先頭1番の菊池は依然抜け出してリードは4手進、2番テラス岩5番の丸のが先に丸、外丸展開吉田、ここは届きません、ここで振り切りました5番の丸の、2番手争いは3手進4手進とリードを広げます、4番の吉田は3番手、その後ろは3手進差、4番手に2番の今垣が追走、6番の辻が5番手、3番片岡最後方追走です。2周今からホームストレッチへ移りまして、追い上げ今垣は届きません、4番手変わらず、優勝戦はこれから最終周回です。先頭2番手差はさらに広がりまして6手進ほど、1番の菊池康平先頭、最終周回の1幕に移ります。今日の優勝戦もスタートから圧巻のレースでした。1番の菊池先頭、最後のバックストレッチへ、2番手追走5番の丸野、そして3番手は4番の片岡です。年末グランプリ圏内へ勝負かけ、ここは大事な1号艇、今回はしっかりとものにしました。1番の菊池先頭、昨年3月以来の G1、 通算では15回目、徳山高愛称の水面ですが、徳山 G1 タイトルは初 V、 先頭1番菊池優勝五輪、5番丸の五輪、4番吉田五輪、2番今垣五輪、6番辻五輪、3番片岡五輪、